なあ霊夢、C国が震撼するほどのとんでもなくヤバい、日本の無人水陸両用車を知っているか？ C国が西のカナのように震えるのね。そんな車両があるなんて全く知らないけども。これが震えに震えすぎてヤバいらしいぞ。西のカナファンから叩かれない？これは気になるわね。ということで今回は中国新艦、日本が開発する無人水陸両用車がとんでもなくヤバい、お送りするぜ。皆さんの意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日本の防衛力がまた進化したようだ。ふむふむ。今回のテーマは無人水陸両用車なんだが、現在日本を取り囲む周辺諸国との安全保障は決して安心できる状態ではないんだな。そうね。特に緊迫する尖閣諸島などに関してはもはや一発触発レベルだもの。だな。C国新聞網によれば、2020年から2060年にかけて6場戦争6つの戦争を行うと掲載しているくらいだぜ。どうしようもねえ。その全てが C国に関係してる戦争なの？この発表では、C国政府は2020年から2025年にかけて台湾を取り戻すと掲載。日本の尖閣諸島に関しては、2040年から2045年にかけて尖閣諸島と沖縄を日本から奪回と掲載されているな。こんなことを当たり前のように新聞に載せちゃうところがダメなんよ。まあ、尖閣諸島対策が今後より一層緊迫することが予測されるな。そのため、日本政府や防衛省は防衛力強化のため新型水陸両用車を開発しているんだぜ。これは気になるわね。それでは早速見ていきましょう。防衛省が計画する無人水陸両用車とは一体どのようなものなのか、少し掘り下げてみていくぜ。無人水陸両用車とは、文字通り人が乗らないで運用ができる戦車だな。無人だものね。まず大きなポイントとしては、有人車両から複数の無人車両を操作すること。無人車両が前衛部隊として突入できること。これにより自国の兵士を失う必要がないということ。さらには、前衛部隊として突入ができるなどのポイントが考えられるぜ。いきなり最前線に有人車両が行くと、危険だものね。まあ今まではそうだったんだがな。そして、戦場はどのような状態なのか、敵はどのような武器で反撃するのか、敵の規模はどの程度なのか、ということに関しても前衛隊員は戦いながら後衛部隊に報告をする必要があるわけだ。こちらスネーク。単独での潜入を試みる。試みてんじゃねえよ。しかし、もし情報収集中に負傷などした場合、大切な情報源が途切れてしまうわけだ。わっつ、ミッション失敗だわ。さらに攻防真っ只中の場合は、落ち着いて情報伝達ができない可能性だってあるぜ。サブマシンガン撃たれまくってて物陰から出られないわ。うるせえよ、このようなリスクを軽減することで、正確な情報収集ができること、人命を確保できること、などが確立できるわけだぜ。そのためにも無人水陸両用車が必要なんだな。うん、絶対必要だわ。特に人員確保に苦しむ自衛隊としては、無人水陸両用車の運用は非常にメリットが期待できるとされているぜ。早く開発して配備しないとね。視聴者の皆さん、無人水陸両用車についての意見コメント欄で教えてね。さて、本格的な研究開発は2024年度以降に着手するとされているんだ。ふむふむ。研究開発予算としては、2023年8月31日、2024年度予算の概算要求を発表しているな。その中で無人水陸両用車の開発に211億円を計上しているぜ。211億円。大丈夫？そんなに計上しちゃって。あ、でも裏金問題なんてやってるくらいだから問題ないわね。まあ、2028年度を目標に装備化を目指すとされているな。2028年度ね。尖閣諸島を守る守護神となれるのか、今後も防衛省を並びに各協力企業の動きから目を離せないわね。だな。でもさ、一体どこが無人水陸両用車なんて開発してるのよ？三菱重工業が水陸両用車独自開発しているぜ。その名も MAV 三菱アーマードビークルだ。なんそれ、かっけえ。しかし現在の主力の水陸用車は、早期式水陸両用車 AAV7 アソートアンフィビアスビークルパーソナルモデル7で、この AAV7 は軍事大国アメリカの軍用車両メーカー、FMC コーポレーション現在の BAE システムズ社によって開発された軍用車両なんだ。またアメリカか。この車両は地上だけでなく、水上を浮上航行も可能なんだぜ。AAV7 は現在も自衛隊で活躍しているんだが、2010年代には C 国の海洋進出が活発化して新たな車両の確保が必要となったんだ。そのため南西諸島方面の離島防衛が急務になる中で、日本政府は AAV7 導入を決めたとされているぜ。
おお、そういうことなのね。日本政府としては時間がなく実戦経験が豊富なアメリカ海兵隊に頼ったというわけか。だな。しかし AV7 は1960年代にアメリカが開発した、キャタピラ式の水陸両用戦闘車なんだ。さらに米兵隊の中古品であるため、防弾性能と機動性で不安があるとされているんだぜ。中古品とか絶対なしでしょ。中古は嫌なんよ中古は。黙れよ。中古も可愛いだろ。何言ってんのよマリサドン引き。もちろんアメリカ海兵隊の部品をはじめとして、使い方などの情報共有が容易で部品互換性などがあるメリットもあったんだが、水上で時速13キロ毎時の速度というのもデメリットになっていたんだな。あれ？日本でも現在73式装甲車などの水陸両用車は活躍していて、不渡るを行うことはできるのよね？そうだな。しかし車体にフロートの追加など30分ほどの事前作業が必要とされており、スペック上浮上航行能力はあるが、実用性は期待できないとされているんだぜ。このような事実上の背景から、三菱重工は社内で研究したものを防衛省に提案するなど防衛省にアピールを行ってきたんだな。三菱、やることがすごすぎるわ。よほど自社の水陸両用車に自信があるのね。かもな。しかもなんと2003年頃から独自に水陸両車両の基礎研究を始めているんだぜ。活躍が期待されている場所としては尖閣諸島などとされているな。現在主力の AV7 では波避け処置が十分でなく、不渡る速度も遅いため南西諸島特有の広い干渉に乗り上げてしまい、任務中などに走破できない可能性などが指摘されているんだ。その干渉って何なの？干渉とは、サンゴ礁がリング状になって形成された海の地形だな。その形成された干渉にラグーン浅瀬の海が存在するんだぜ。ラグーンは潮の干潮や満潮で出たり隠れたりを繰り返すんだ。そのため水陸両用車に求められることは、どのような条件であっても干渉を走破できる性能が大切なんだな。なるほど、そういうことなのね。実際に現地の調査からもサンゴ礁が海面スレスレまである場所も数多くあるしな。そして南西諸島は日本本土から遠く離れ、鹿児島から台湾までの長さ1200キロ幅1000キロにも及ぶ広大な海洋地帯には、無人のものを含め200頭ほどの島々が存在しているんだ。そんなにあるのね。じゃあもし有事なった場合に南西諸島を防衛することや、侵攻された場合にどのようにして奪還するかは、今後大きな課題になりそうね。その通りだぜ。このような地理的特性からも水陸両用車は重宝されており、その中でも2003年から独自開発している三菱重工の MAV に期待がされているというわけだぜ。その期待度合いは日本だけに止まらず、軍事大国アメリカにまで響いており、特に米海兵隊は非常に興味を示しているらしいんだ。おお、そんなに気になるの？ああ、これまで突破できなかった技術的な壁を越えられる可能性があるとした上で、特にエンジンに興味があると話しているらしいな。なんだ、ただ日本の優れた技術が欲しいだけじゃないのよ。まあ売ってやってもいいけども、お高いわよ。できるだけお高く売りたいよな。実際に米海兵隊トウラン中将が三菱重工を訪問し、水陸両用車の研究車両を視察しているぜ。トウラン中将は、水陸両用車の研究車両を視察し、一丸式戦車から転用したエンジンと新型水中推進技術を搭載した車両は海兵隊の要求性能を満たす可能性があるとコメントをしているぜ。満たすじゃねえよ。お願いします、売ってくださいだろ半切れ。持ちつけ霊夢。その他の海兵隊員も、陸上での機動性を犠牲にせず水中で時速20ノット37キロを出せる。これだけの推進力なら非常に興味があると前向きなコメントをしているぜ。さらに米国政府関係者は日本の技術は検討してみる価値があると発表しているな。三菱重工の水陸両用車がもしアメリカ海兵隊に採用されれば、国内需要だけでなく海外での需要も右肩上がりだわ。まあ、売ってくださいってスタンスが大事だけどね。アメリカの皆さん。そして何より防衛省公式ホームページで発表されている、諸外国との防衛装備技術協力の強化の推進に一歩近づくことにもつながるぜ。そうね。三菱重工もしっかりアメリカ海兵隊へアピールしていきましょう。それでは、三菱重工が開発中の水陸両用車性能に関してご紹介していくぜ。お願いね。自社資金で開発中の水陸両用装甲車 MAV は、3000馬力のディーゼルエンジンを搭載する予定とされており、新型のコンパクトエンジン 12MB の搭載が検討されているんだ。この 12MB はエンジンサイズを同程度の馬力を有するエンジンの、なんとわずか7分の1程度までコンパクトにできるんだぜ。なんですと？このサイズダウンにより車体重量が軽くなり、陸上、水上の機動性が大幅に向上するんだ。
さらに車体を支える各部品の軽量化も同時に達成できるため、このエンジン搭載は大きなメリットと考えられるぜ。アメリカ海兵隊もこのエンジンの推進力に大きな関心を持っているしな。パクんなよ。さらに車体の駆動旋回制動などを支えるサスペンションシステムも驚くべき部分があるんだ。ほう？三尾重工は、世界初の統合油気圧式サスペンションテラ忍者を公開したんだ。で、テラ忍者？テラ忍者な。従来イクシナより軽量でかつ整備が容易であり、車体部の加工が最小限で済むという優れものだ。サスペンションアームに油気圧調整コンポーネントが統合されているので、戦車内部をさらに広く設計できるので、車体をよりコンパクト軽量で設計ができるんだな。なんか知らんがすげえ。このシステムを採用することで、MAV は水上航行時に車輪や離体を車体近くまで低くすることが可能になり、走行中の抵抗を大きく低減、実る燃費性能速度などもより一層向上すると思われるぜ。おお、マジすっげー。防衛省の公式ホームページでも、日本の水陸両用作戦に珊瑚礁を活する能力を有することは非常に有効だ。高速海上運航、珊瑚礁での機動性や安全性の向上と発表しているな。また、水陸両用車に必要なエンジンスペックも公開しており、40トンの車両において、離体とウォータージェットを同時使用し、珊瑚礁を克服するために3000馬力が必要。水中から珊瑚礁への車体乗り上げには最低3000馬力が必要と発表しているぜ。なるほどね。珊瑚礁の克服を前提としたオペレーションを行っているんだね。そうだな。南西諸島克服のため、防衛省はピッチを上げて準備をしているんだな。うん。それだけ南西諸島を守るのは大事だし、現在主流の戦車では太刀打ちできないということにもなるわね。ああ。そして、防衛省が求めるスペックで水陸両用車が完成されれば、日本だけでなく世界中の珊瑚礁でも活動できる戦車として注目されること間違いなしだぜ。わよはよ、開発はよ。それでは日本が開発する水陸両用車に対して寄せられた海外からの反応を紹介していくぞ。お願いね。水陸機動団は今や世界最強の部隊として訓練しているのか。この車両は諸外国のスペックを大きく上回っているぞ。我が国でも三菱重工の完成を待っているぞ。珊瑚礁を走破する戦車なんて技術革命だ。技術を盗まれないでほしいです。 C 国には気をつけて。素晴らしいです。三菱重工日本が誇る最先端技術ですね。これが完成すれば他国は黙っていないな。特にあの国がな。南西諸島のものすごい抑止力になるでしょう。世界の水陸両用車の基準は変わりますね。など日本の技術力を称賛する声や羨ましがるような声も上がっているぜ。実用化されるのが楽しみね。これからも自衛隊から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。